皆さんこんにちは、セイラです。日本の島の数を知っていますか？昭和62年に海上保安庁が発表したデータによると、日本の島の数は6852島もあるのです。6852島を細かく分けると、本州、北海道、四国、九州、沖縄の5つの島、日本の国民が住んでいる有人離島が417、北方領土や竹島、尖閣諸島などを含む無人離島が6430もあります。ちなみに海上保安庁の定めとして、周囲が100メートル以上の島をこの数には数えているため、沖ノ鳥島などといった100メートルに満たない島を含めると、もっと数はたくさんあるでしょうね。そして数多くの島を有する日本は、領海、排他的経済水域の面積で世界6位、体積ではなんと世界4位を誇っている海洋国家なのです。日本は海底資源大国。日本の領海、排他的経済水域の面積は447万平方キロメートル。面積の広さランキングを見てみると、1位からアメリカ、ロシア、オーストラリア、インドネシア、カナダ、そして日本、ニュージーランドと続きます。日本より上位のアメリカからカナダまでは明らかに国土が大きいイメージがありますので、そんな中日本が第6位を位置しているのはすごいですよね。さらに体積は 15.800 万立方キロメートル。先ほど世界4位と言いましたが、こちらは1位からアメリカ、オーストラリア、キリバス、日本と続きます。面積、体積ともに世界と比べた時のトップ10に入っている日本は、世界で有数の海洋国家といっても過言ではないでしょう。海洋国家ということは、発掘されているされていないに関わらず、莫大な海底資源を有している可能性があります。今回はそんな日本の海底資源を6つご紹介していきます。1、メタンハイドレード。まず1つ目はメタンハイドレードです。メタンハイドレードとは、天然ガスの主な成分であるメタンと水分子が氷状に結晶化したものです。温度が低く高圧な状況でのみ存在し、見た目は白く、触ってみるととても冷たいため、いわゆる氷のような物質なのです。メタンハイドレードに含まれているメタンは、都市ガスや発電などに使用されている天然ガスの主成分であり、ご存知の通りメタンの性質は燃えるということです。1立方メートルのメタンハイドレードから160から170立方メートルものメタンガスが発生するんですよ。見た目が氷なのに、火を近くに持っていくとメタンガスが勢いよく燃えるため、メタンハイドレードは別名燃える氷と言われています。日本のエネルギー自給率は 10% を下回っており、そのほとんどを海外からの輸入に頼ってしまっている現状です。メタンハイドレードが新しいエネルギー源として確立すれば、日本近海にはメタンハイドレードがたくさん眠っていると推測されているため、日本のエネルギー自給率が格段に上がると言われています。そしてメタンハイドレードの一番いい点は、地球環境に配慮した資源であるというところです。石油や石炭よりも二酸化炭素や窒素酸化物などの排出量が少なく、地球温暖化や大気汚染の原因となりにくいのです。メタンハイドレードは今はまだ研究の余地がある資源であるため、実際に私たちが活用するのにはまだ時間がかかります。海外に頼らなくて済むエネルギーを確保するためには、メタンハイドレードの開発を進めることが重要となっていくでしょう。2、石油、天然ガス。次にご紹介する資源は石油、天然ガスです。日本の排他的経済水域内にあると言われている石油や天然ガスは、地政学的にリスクが少なく、エネルギー供給ができる大切な資源の一つです。日本は高度な探査能力を保持している三次元物理探査機、資源でこれまで調査を行ってきました。今後の第3期海洋基本計画においても、これまでに引き続き国家主導で探査を進めていくことが決定しています。2028年度を目標に地質情報を取得するため、国は試掘機会を増やすとともに、民間の石油天然ガス開発企業に探鉱・開発を促すとしているそうです。国が主導となって民間にも広めるという流れを聞くと、石油・天然ガスを国内で発掘することは急務なのだなと感じますね。
3、海底熱水鉱床。次にご紹介するのが海底熱水鉱床です。皆さんは海底熱水鉱床をご存知ですか？海底熱水鉱床とは、地下深くに海水が浸透し、それがマグマなどで温度が熱くなり、地殻から有用な元素を抽出した熱水が海の底に噴出、そして周りの海水によって冷やされるという過程で、銅や鉛、亜鉛、金などの金属が沈殿したものです。日本周辺の海底熱水鉱床は、沖縄トラフや伊豆小笠原海域で確認されており、世界の海底熱水鉱床と比べると浅いところに分布しているため、開発しやすいと言われています。日本における現在の海底熱水鉱床の探査状況は、資源量などにおいて不明な部分が未だ多く、質や量が経済価値の高いものなのか調査する必要があります。また効率を良くするため、今まで開発していた採鉱や溶鉱技術、潜鉱精錬技術を向上していく必要があります。他にも開発をしていく上での環境への配慮や経済性が本当にあるのか、法制度についても検討するとのことです。4、コバルトリッチクラスト。次にご紹介するのはコバルトリッチクラストです。コバルトリッチクラストとは、マンガン酸化物のことで、海山の斜面から山頂にかけて覆うように存在しています。コバルトが資源になるの？と思う方もいるでしょう。もちろん大切な資源です。石油や天然ガスとはまた違った使われ方をする資源で、コバルトはリチウムイオン電池の原料として活用されます。これから電気自動車がどんどん世の中に普及されていきます。それに伴い、リチウムイオン電池の需要は爆発的に広がると推測でき、その原料はこれからの日本にとってとても大切な資源となるのです。そんなコバルトリッチクラストがあると言われているのが、日本の最東端にある南鳥島周辺です。今後は採掘や調査で資源量や環境を確認し、総合的に評価をすることで、民間企業へ商業化の可能性を伝えるそうです。5、マンガン段階。さて、次にご紹介するのはマンガン段階です。マンガン段階とは、鉄やマンガン酸化物の塊のことで、直径は2センチから15センチ程度。銅やニッケル、コバルトなどの有用金属を中に含んでいます。現在は国際海底機構と探査契約に基づき、資源量や環境を調査、生産システムの概念も検討していますが、2021年の6月にハワイ沖の公海域で ISA と結んだ探査契約が期限を迎えてしまいます。そのため、国際的な動向も踏まえて、探査契約を再延長する検討を日本は行っているのです。6、レアアースデイ。最後にご紹介する海底資源はレアアースデイです。レアアースデイは、海の底に粘土状に堆積している物質で、マンガン段階と同様に南鳥島周辺で存在が確認されています。レアアースは、その名の通りとても希少価値が高い資源となっているため、産出できる国が限られています。先端産業には必要不可欠なレアアースを安定して供給することができれば、日本の今後の産業は安泰とも言えるでしょうね。マンガン段階とレアアースデイについては、戦略的イノベーション創造プログラム SIP の第2期革新的深海資源調査技術で、各内閣府省庁が連携を取り、技術研究を進めていく体制を作っています。今後、日本は資源大国になることができるのか、とても楽しみですね。まとめ。今回は日本の秘めた可能性である海底資源についてご紹介していきましたが、いかがでしたか？現状、日本は海外からの輸入に頼っていますが、もし日本の海で海底資源が取れるようになれば、今後さらに技術革新が進むかもしれません。国がリードし、民間企業への協力を仰ぎながら、今後調査研究を進めていくとのことで、これからの進捗に目が離せませんね。皆さんは、日本が資源大国になるのはいつ頃だと思いますか？どんな未来が待っているか楽しみですよね。ぜひコメント欄で教えてください。それでは、今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。